ニサ制度ニサ、あるいはヌイサは、ポーランド南西部、ニサクーツカ川菓市にある町。オポーレ県に属し、人口は47,545人。ニサ軍の郡都である。周辺自治体を含めると、6万1 2 3人の都市圏を形成している。ドイツ語名はナイセ。ニサは、シュレジア地方の最古の町の一つである。10世紀頃におそらく町ができたとされ。 その後同盟の広告の首都となった。ニサ広告として、ブローツワフ市教座の一部となった。1350年以降にできた町の要塞設備は、1424年に、フス派から町を守るために使われた。17世紀の30年戦争の間、町は三度包囲された。第一次シレジア戦争は、シレジアにおけるオーストリア主権の終わりを告げ、町は、 プロイセンをフリードリヒ2世の手に渡り、町の要塞設備は近代的なものに作り変えられた。1769年8月25日、ナイゼはフリードリヒ2世と神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世の会談の場となった。ナポレオン戦争ではナイゼは1807年にフランス帝国に占領された。プロイセン領、シュレイジエンではプロテスタントが優勢であったが、ナイゼは ほとんどがカトリック教徒であった。ゴシック様式とバロック様式の教会が数多くある。ナイセはかつてシレジアのローマと呼ばれていた。1816年から1911年、町は独立都市となって以後ナイセ地区の主婦であった。第一次世界大戦後、ナイセはバイマル共和国の新設されたオーバーシュレージエンの一部となった。 第二次世界大戦では赤軍に占領され、町はポツダム協定に基づき、ポーランド行政下に置かれ、ポーランド語の地名、ニサに変更された。町に住んでいたドイツ人住民は、ドイツ人追放によって、町を出て行き、代わってポーランド人が移り住んだ。ネエッセブフデルエリネルウング、ドクターマックス・ウォンランアルフレッドヤヌ。 グドラクトバイドルックハウスニュルンベルク GMBH 1966ありがとうございます。